こんばんは、カレンダーズギターボーカル黒田和之です。マジックオブライフボーカルギター高橋信之です。シットハプニングギター岩瀬浩二郎です。いろはベース小野正文です。新年明けましておめでとうございます。いや今年もよろしくお願いします。1月5日ということで、もう酔っておりますよ。ねえ、まあ、新年会が始まりました。新年会ですから、じゃあ改めて乾杯しましょうよ。はい、ね、うん、では今年も俺が言うんだ。いや、おのち、おのち行こうよ。じゃあ、うん、リップストリーム、今年もよろしくお願いします。乾杯。おめでとう、おめでとうございます。いや、おせちで一番何が好きですか？いいですね、おせちの話。いや、おせちっすか？うん、でもあれ何でしたっけ、あの卵のさ、伊達巻きですね。伊達巻きね、伊達ちゃんね、あれうまいな。あれってやっぱね、なんかこう正月しか食べないイメージがあるから、あれ美味しいなって思いますけど。美味しい美味しい美味しい。カズさん何が好きですか？おせちじゃねえや、正月になるとなんかあの黒田家はね、やたらね、うん、甘エビが冷凍庫とか冷蔵庫にいっぱいある。甘エビ出る出る、うん、出ますね。甘エビがある、うん、おせちにも入ってたりとかしますね。おせちに入ってる、いくらとかも。そうっすよね。そうですね、うん、ただそのおせちから神様神様が氷入れてくれてる。お年玉やってるだもう氷をね、氷をね、うん、まあ、あとはあれですよね、うん、そのおせちに入れてちょっとあの余って弾かれた板わさを。あー、おいしい、おいしい板わさ、俺一番好き。俺も結局板わさ。結局板わさですよね。最近だけどね、最近ね、そうそう、かまぼこが結果うまいんだよ。うまいかまぼこ、練り物美味しいよね。なんで練り物ってあんな美味しいんですか？うまいっすね、美味しい。お雑煮も美味しいよね。美味しいね。お雑煮いいっすね。お雑煮のね、スタイルもね、人それぞれでしょ。なるほど、家それぞれですよね。そうですよね。かずけは、いや、かずけはね、もう本当にうちのあきこがね、あきこ、僕も3つ入れますよ。嘘でしょ、それで大きいお椀で食べるの？大きいお椀で食べる。デフォルトで3つぐらいぶっ込んでくるんですよ。そんな焼いたお餅が入ってんの？だからもう焼いて、焼いたお餅でしょ。いや、僕ん家に焼いてないのよ。何、デロデロだ。結婚デロデロな。あ、信子、信子、信子じゃないよ、ゆき子、ゆき子ね、幸せの子って書いてゆき子。その幸せもらってるから、信幸。あ、なるほど、そうなんです。煮るんだ。煮ちゃう系か。煮ちゃってる系、醤油ベースのね、で野菜が結構いっぱい入ってる系の野菜系か、うん、ですよ。美味しいよ、うちのお雑煮。そうですか。うちのみゆきはちょっと珍しい。みゆき、なんて書いてるんですか。美しい幸せで、雪、雪で、はい、あの白い雪、そうです、古雪の、あ、素敵な名前。近代少年のね、近代史始めのみゆきでしょうね。みゆきだ、みゆき。昔は小雪言わすなよ、お前言わすな。みゆきの話しようよ。いや、みゆきなんかすごい珍しくて塩ベースなんですよ。興味深い。塩なんだ。おしゃれだよ。おしゃれだわ。で、卵、鶏肉、三つ葉。卵、育ちがいい。で、三つ葉、海苔。海苔ってな。そうなんですよ。いや、なんだ、創作料理や。めちゃくちゃこれうまい。いや、食いたい。もう、じゃあもうね、持ってきてもらいましょう。正月は正月デリバリーデリバリーデリバリー。まあまあまあ、うちの福子の話してくんない？福子、福子、福子は何なの？なんて書いて福子なの？福子はね、あのね、ヒレフスのフスに久しぶりの子供で、久しぶりにヒレフス子。そういう意味じゃないだろうけど、おのぶし久子さんって呼ばれる病院で。じゃあもう大根、ね、人参、うん、鶏肉、うん、美味しいでしょ。あとはあれかな、椎茸入ってるかな。あ、美味しい。で、三つ葉が大好きなんで、三つ葉をいっぱい乗せてもらうんですよ。去年の正月に、俺三つ葉大好きなんで、うん、父ちゃんに買ってきてくれ、うん、まあお母さんが頼んだんですよね、うん、で、帰って早速お雑煮作ってくれて食べ出したら、もう三つ葉の味しないんですよ、うん、なんだ変だなと思ったら、うん、水菜だったんですよ。シャッキシャキの水菜が大量に上に乗せられて、どう？お、どう？新年一発目に初滑り、初滑りいただきました。
締め、うん、えでも締めがどうって人に委ねるタイプ、もうね、しゃべっ言ってる最中にもう絶対着地できないなって思ったもんすごいお笑いぶっ込むね。ツルツルだね。今が高津の俺結構面白かったもん。あ、本当ですか。俺なんか面白かったみたいな目で見てさ滑ったみたいな。いや、こういうところだよ、マジコブラヘッド悪いところ。人の不幸好きだもんな。そうそうそう、やめろ、ダークサイドだよね。やめてください、そんなことないです。まあまあ始まりましたと。始まりました。18年ですよ、うん、はい、早いね。早いよ。でも こうやってまた4人でわちゃわちゃ喋りたいっすね。そうですね。僕も今年はもういっぱい来れるように頑張りますので。まあ、楽しみ。よろしくお願いします。うん、今年初の流す曲は何ですか。やっぱり棟梁の曲じゃないですか。うん、いいかもね。そうしましょうよ。棟梁の曲？カレンダーズでしょ。しょう。いやいやいや。平気よく棟梁の曲聞きたい。うん、俺も気のいい曲なんてないよ、もうあちくぱちがあるでしょ、あちくぱちが。それクランチでしょ、それもえ、俺魔女ブラがいいよ。なんでなんか今年頑張ろうぜみたいな感じのね。あれ始まりのなんちゃらみたいな曲なかった。始まりの日々でしょ、わかるでしょなんちゃらそこまで言ったら始まりのまで分かったら分かるでしょ始まりの日々だよ。分かりました、うん、じゃあ2018年一発目のスリップストリームの1曲目、マジックオブライフで始まりの日々です。クリシャのアマジックオブライフで始まりの日々でした。レディオベリースリップストリーム、サポーテッドバイノーマンジフォールーラーレコーズ。ノーマンジとフォールーラーレコーズは栃木の音楽を応援しています。はい、ありがとうございます、はい、始まりましたね。お、始まったか。あれね、あのね、なんでこんな俺たちが陽気かっていうと、うん、ぶっちゃけね、もうね、はいはいはい、あの3週間前から飲んでるんですよ。ずっと飲み続けてるから、ね、3週間分ね、3週間分、あの IW ハーパーを開け、うん、飲んでいて、もう俺今3杯目ぐらい。なるほど、なるほど。じゃあ僕もちょっと神様おかわりいただいていいですか。作ってもらって、神様あげましょう。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。あ、なんなんですか。神一発目養老院さんにはもう出ていたけど、やめろ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 。じゃあ今年はあれですね、去年お世話になった、はいはいはい、地元バンドマンのちょっとお話をしようかなっていう感じなんですけど、うん、そうですよ、もう今地元バンドからしたらもうスリップストリームすごい人気番組。素晴らしい、すごい。なんか今何かあればもう長谷川さんかもう僕か、はい、もう久保孝宏にもうスリップストリーム出してください。マジですか。スリップストリームで一番力持ってるのもう久保孝宏ですよ。カレンダーズのドラムの圧旋してくれるからね。ちょっと待ってよ、うん、なんでレギュラーの僕らには来ないんですか、そういう話ね。出させてくれみたいなこと言われなくない？言われない。だってそんな地元バンド仲良くないじゃん君。パイプがねえみたいな。確かにパイプねえな。あれだね、ルシエとビビらしたの？いや、ビビらしてないんだけど、あのそのね、小野さんとね、小野さんが去年も、うんうん、今年の1月5日今日でしょ、うん、ね、収録この放送してる今まさに小野さんがヘブンズロックで DJ イベントやってるんですけど、うん、去年僕見に行ったんですよ、はい、うん、その時にルーシー2の、ボーカルの子ひさちゃん、ひさちゃんもいて、うん、で高広、久保高広くんもいて、うん、で久保高広くんがね、まあ、僕あいつが小学生の頃から知ってるから、うん、でずっと高校生の時とかもう青春の時を一緒にいて、うん、もう、うん、兄弟みたいな感じで何でも言い合えるみたいな感じ で、うん、でお酒も入ってたから2人してね、うん、泣きながら、うん、語り合ってたんですよ。語り合ってたっていうか、うん、まあ、階段でこうわーってこうわーってなんか夢を語り合ってたのを見てて、それをねなんか高広くんをいじめてたみたいに俺が見られてたんですよ、うん、高須と信行が高広くんをいじめてたみたいに、うん、泣かせたと。そう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 、俺も泣いてたんだけどね。二人も泣いてんだ。
なんかそれで怖いイメージがあったみたいで、メリーナイトの時見に来てくれてたの、ちさちゃんがね、でそこで初めて話して CD をいただいたんですけども、その時になんかビビってたみたいな。でも打ち上げで話してたらすごい仲良くなりましたよ、ちさちゃん可愛らしくて、ルーシーというもう僕のレーベルもう妹分になっちゃってますね。あら、調子良さそう。同じ事務所になっちゃいました。うちのメンバーギターの匠くんとベースのユージくんがもう好きで、ルーシーって、あらららら、聞いてたの本当に。え、宇都宮出てきたねみたいな、いいバンドいるねみたいな感じで聞いてて、そうそう、それも話したら人たちに喜んでて、うん、うん、あとはあれですよ、僕がいる時には来て、まだゲストで来てないけどサニーカーウォッシュ、サニーカーウォッシュね、もう2回も来てますよ、姫の間に。そうそうそう、うん、それもキルミーね、いい曲ね、この前グループラインでね、うん、すげえ曲って言ってましたね。いや、若さあふれる、だからちょっと今年はゲストで来るときに僕も来たいんですよね。サニーカーウォッシュも今東京にいますもんね。そうだね、そうかそうか。またサニーカーの3人とノブさんとかいたらいい感じの化学反応起きそう、ね、どんな話になるのか、うんうん、どんな子なんですか普段は。音楽的にはね、ああいうこうちょっとそのなんつうんだろう、若さ噛みつく感じの、そうだね、うん、破天荒さもあるし、兄貴抜きせぬ感じね。でもちょっとこうセンチメンタルな感じもあるから、センチメンタルさはないもん、本人たちはもう、本人たちはチャランポランスもでもなんかチャランポランであってほしいなと思う、曲を聴くと、ライブの映像を見ても、うんうん、そのなんかやってる音楽とキャラとか、そのそもそもの性格に嘘がないから、うん、なんかそのオープンな感じがやっぱ今の感じに合ってんだよね、きっとね。バズってる感じありますよね。18年もっと飛躍するんじゃないですかね。そうですね、このサニーカーウォッシュもルーシーっていうのもなんか今年要注目な感じはそうですね、ありますけどね。他出てきてるアーティストは誰なんですか。まあ年末2セットがあの、インディレベル、はい、スリーピースリーピーアスパラガス、が所属しているスリーピースリーピーからデビューしましたね。U2 版。まあ、今年はまたね、さらに何かリリースができればっていう感じになってくるんじゃないですかね。いいっすね。なんかここに出てるアーティストいいっすね。いや、っていうかね、宇都宮はそうなんかすごいよね。今バンドの数が、バンドの数がすごい上にちゃんとみんな結構形にしてね、結果を出し始めてるから。でもだってずっとなかったじゃないですか、それが。なかった。この番組中でもなかったのに、去年いきなり出てきて、そう、後半らへんに。何これ。いや、だからもうちょっとね、今年こそ、スリップストリーム祭りまたやっちゃう。あの伝説の、いや今年やったらちょっとまた違うんじゃないですかね。どこでやるの？どこでやるの？どこでやる？それ僕たちも出ていいですか？もちろんでしょ。そんな色が出なかったらダメでしょ。オープニングアクトだよ、もう。ありがとうございます。もちろんありがとうございます。温めます。温まるかな。いやもうね、やりたい。マジでそれは若い子たちとね、地元で頑張ってるバンドマンと、やっぱり僕らも交流していきたいし、はい、ね、繋がっていきたいし、それがこの番組にね。発展していくものですから、地元バンドで気になるバンドいます？他に。そのシート、ああ、やっぱコンピの曲が良かった。すげえいい、うん、ボーカルのこの声がすごくいい、ゆうきね、ゆうきくん今年どうなるんだろうね、あいつら。なんか動きあるんですかね、大きい、気になるな。そっかそっか、そうだね、頑張ってほしいよね。そうですね、あと誰だよ。いや俺はもう逆にもうマジオブラとしてタープリン今年どうですのっていう。いやもう今年どうなっちゃうの。完全にやっぱり飛躍の年にしたいですよね。なるほど。2018年もう結構ざっくりとでいいですけど、はい、なんかいろいろ決まってるわけ。結構決まってます。なるほど。今年はこういうふうに動こうみたいな、はいはい、こんなことしようみたいな、決まってます。新しいこととかもなんか結構仕掛けてくるんで、おお、楽しみですね。ああ、そうか、もう来週じゃん。来週リリース、スターゲイザーというアルバムが出るんで、ぜひチェックしてみてください。声がガラガラなんじゃん。まだ治ってないんだ。ガラガラなんじゃん。千鳥のノブになっちゃう。ガラガラなんじゃ。ガラガラなんじゃ。1月10日ですね、スタービングスターゲイザーというあのフルアルバムを出すんで、ぜひともチェックしてみてください。いやー、工場さん、そろそろ野崎さん来てもらわないと示したないですよ。そうなんすよ。ケンちゃん最後に来たのめちゃくちゃ昔じゃないですか。うん、ケンちゃんね、そうっすよね。梅地とかは結構来てくれるんですけど、
どうしても、あの今瀬とケンちゃんが東京に住んで、まあでもノムさんもそうか言ったら、うん、ちょっと今度言っときます。お願いしますよ。うん、はい、ねえ、うん、ね、来てほしい、喋りたい。そうですよね。マジオブラどうですか今年は。僕らは、2月から一応ツアーを回って。そうだね、シネマスターズとか。対バンもね、ツアー中の対バンもまだ公表してないところもなんか。そうですね。はい。そこも随時発表していって、うんうん、あとはもう5月19、20日にですね、うん、あそうだね、栃木文化会館大ホールにて、うん、Don't Stop Music Fest 栃木2018がね、うん、通称栃フェスが今年も開催するので、2days どうなっちゃうわけですか。そうですね、今年は 2days なんで。どうなっちゃうんだよ。うーん、でもやっぱり栃フェスのゆかりのあるバンドマン、うん、あとはもう新たなバンドマンも追加して、今回はね、こうまだね、僕らもね初めてそこの文化会館でやるんで、うん、どうなるか分かんないんですけども、まあ、初めての 2days とチャレンジしていってね、楽しみ、はい、まあ、僕らも全国で全国回ってツアーを回ってくるので、はい、まあ、年に1回ぐらいは栃木に来ていただきたいなと、うん、各地の方がね、ほぼ毎年アルバムをリリースしてますけども、はい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 、今年もあるでしょうか。それがね、本当に栃フェス以降何も決めてないです。おお、珍しき。ちょっともう毎年ね出させていただいてたんですけども、やっぱりそういうのじゃなくて、本当に勝負になる曲を作りたいなと思って、今は。おお、本当にそのアルバムのために曲を作るとかじゃなくて、本当に勝負になる楽曲を今は書いてます。本当に毎日のように書いてます、今は缶詰で。本当にこう自分で納得できるものを書いて、何の形に出るか分かんないですけども、アルバム出すのか分かんないですけども、勝負する曲をどんどん書いていくっていう感じなんで、今はそれ以降何も決めてないです。だからこれからどうか、いいと思う、はい、いい曲が書けたら動こうかなと思って。おー、 いいと思います。すごくいいと思う、うん、勝負、さらにミュージシャンっぽくなってきたね。ありがとうございます。もう浩次郎君と一緒で、シットアップリングと一緒で、俺らも今年は本当勝負、飛躍の年にしましょう、うん、勝負を仕掛ける年だと思っています、うん、はい、いいね、いろはですちょっといろははライブを3本やるね、4本5本やりたいな5本やりたいないいよ、いいじゃない、そういうのでも本当に、もうあの本当に新曲書いて、去年のホームタウンに出れなかったのがだいぶ悲しかったというか悔しかったというか、うん、そこに、ね、名を連ねられなかったことがね悲しかったわけですよ。やっぱりこうやってラジオをやらせていただいてるし、うん、もうライブがしたいですよ、うん、お願いします、ね、頑張ります。あとは個人的にはね、やっぱり都市フェスに出ていただいたポーリーだね、うん、今年ポーリーどうなっていくか、うん、本当に注目してる、ね、頑張ってほしい、うん、やっぱ都市フェス出てもらったんだけどね、はい、うん、頑張ってほしいなと思ってますね、はい、カレンダーズも、あ、カレンダーズ、カレンダーズもツアー回るって言ってましたもんね。回りたい、うん、ね、うん、回りたいので、あとはやっぱりそのまたね、そのね、ノブさんですとか、はい、ダブリングにも、うん、ね、なんかともその対バンできますように、うん、ちょっとやっぱり新しい音源をね、うん、とにかく迷ってるぐらいだったらやってみようと、うん、うん、うん、そういう1年に、てかもうなんか去年、そうだね、去年のもうね下半期ぐらいからなんかそういう感じになってて、ね、そのやるかやらないか頭でシミュレーションするしてもしょうがないもん。そう、そうか、やんないと分かんない、うん、頭で考えるなってことですね。そう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 、はい、なんかとにかくちょっといろいろやってみたいな、はい、うん、いいと思います。じゃあまあ4人にとっても飛躍になる年になりますように、うん、はい、今年もねスリップストリーム頑張りましょう。頑張りましょう、お願いします、ね、お願いします。レビューバディスリップストリーム、サポーテッドバイノーマンジフォールーラーレコーズ。ノーマンジとフォールーラーレコーズは栃木の音楽を応援しています。誰もが目を伏せるほどの眩しい光の中、僕は周回軌道上で君を待ってる。レディオビリースリップストリーム、そろそろ別れの時間です。はい、あ、2018年始まりますね。始まりましたね。いい1年にしたいね。そうですね、うん、いい1年にしましょうよ、しましょう。でもね、もう本当にね、
スリップストリームの時が俺一番ポジティブかもしれない。なんで？わかんない、もう楽しい、大好き。ああそういうこと、うん、楽しいってことね。楽しい、うん、でもカズさんはいつもポジティブですよ、うん、僕から見たら。いやそんなことないよ、いつも本当になんか背中押されますもん、話聞いてると。いやいやいや、本当に本当です、これは。そんなことないです。でもみんな弱いじゃないですか。みんな弱いよ、みんな弱いから、だからこそ強くあろうって思えるっていうか、うん、ね、みんなね、うん、だから思ってるんだしね。そう、それでいいと思うんですよね。強いふりしてもいいんだよね。そう、ポジティブなふりしてもいいです。まあおのっちがさ、うん、今年は5回やりたいな、そうとかって言ってたじゃない。うん、あのね、やっぱりいろんな人がその音楽にだけじゃなくてさ、そのやりたいけどやれないとかってやっぱ言う人いますけど、はい、やった方がいい。そうですね。うん、そのやりたいけどっていうのはない。うん、もうそういう選択肢を一回省いた方がいい。やった方がいい、はい、もうやった方がいい、はい、やれない理由はない、はい、うん、やるだけやってみる一回、うんうん、でそれでね、やってみてから楽しいか楽しくないか、うんうん、もしかしたらね、はい、楽しそうだなと思って始めたことも、はい、最初のうちは楽しくないかもしれないけど、うん、やれるようになってから楽しいか楽しくなかったか分かるし、分かるもんばっかりだから、はい、確かに、うん、何でもとりあえずやってみた方がいいですよね。素晴らしいですね。みんなで幸せになろう。みんなで幸せになろう。やばい。洗脳されてる。今洗脳されてました僕。やりたければやればいい。やろうってことですね。うん、僕もなんかそれすごい胸にきました。そう、うん、やりたいけどっていうことはもう使わないようにします。やろうっていう感じで、うん。一生懸命じゃなくていい。はい。一生懸命でいい。一生懸命、そう、なるほど、ところね、うん、一生懸命でいい、わかりました。一生のことは考えなくていい、はい、うん、みんなで幸せになろう。はい、ありがとうございます。幸せになる。ありがとうございます。もがみ様ね、はい、ね、トロさんも、ね、トロさんも、ぜひぜひ皆さん今年もスリップストリームのほどよろしくお願いします。はい、今年もよろしくお願いいたします。はい、はい、まあ、最後にお知らせをということなんですよ。まずはもう我々も全員でお知らせしたい、うんうん、来週ヘッドハプニングスターゲイザー、うん、はい、リリースですよ、小次郎さん。もう本当にいいアルバムになってるんでね、はい、ぜひ聴いてみてください。はい、うん、聞きたいです。聞きたいじゃない、聞くんだ、うん、そうだよ。幸せになるんだ。聞きたいじゃない、はい、聞くんだ、はい、聞きたいではありません、聞くのです。トロさんもやめましょう、やめましょう、やめましょう、おふざけやめましょう。ではありません、はい、絶対に、本当にいいアルバムになってるんで、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、はい、お送りしてきたスリップストリーム、うん、お送りしてきたスリップストリーム、来週のこの時間もぜひ、聞きたいのではございません、聞くのです。ぜひ皆さん聞いてください。お願いします。はい、はい、お楽しみに。それではまた来週、バイバイ。光の中、僕は周回軌道上で君を待ってる。